公式バーチャルのイルファーでーすいやーもうさーもう気づいちゃってる人もいるかもしれないんですけどー <laughs> 今日もねーゲストさんが遊びに来てくれていますーそれでは早速紹介していきましょうこの人ですどうぞはい、えー、パレットプロジェクト所属クールビューティー製造担当ナナミロナでーすイエーイ

なんかちょっとなんかすごい久しく聞いてなかったもうだなと思っていやちょっとねあのせっかくイルハートちゃんのラジオに遊びに来たのでちょっと決めてみました決めてみました皆さん皆さんリピートアフターミーパレットプロジェクトのクールビューティー清掃担当のナナミロナさんです こうなんかさ改めてラジオを一緒に撮ってるって思うとちょっとさそうだねなんかそうだねんかるわかるなんか不思議な感覚だよね結構遊んだりすることはあってもこうやって活動で何かするってすごいなんかこう久しぶりな感じというかそうだよだって前が一緒に歌ってみたコラボしたそうだ時あれはもう56年前の。 お昔昔だよもう本当に昔話始まっちゃういやそんなね長く仲良くしてくれてるロナちゃんが今日はやっと来てくれましたいややっ私さあのね最近ロナの X を見ててあのすごいねびっくりしてることがあるのえっ何ん 超朝型人間じゃない <laughs> どうしちゃったのいや確かにそうだね、うん、朝にさおはようツイートとか朝に配信してること多いんだけどそう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 ,そういやでもねあれ実はトリックがありまして、うん、おなん <laughs> でしょうトリックがありますよ実は朝起きてるように見せかけて、うん、寝てないということが多々あります、うん、<laughs> これがトリックです あのね私はあの最近はねちょっと控えてる手口ではあるんだけどはい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 あの朝まで起きてて漫画読んだりとかゲームやってるとかしててで四時半とか五時とかになってくるとはいはいはいいやこれお休みって言ったらみんなに突っ込まれるなみたいなわかるわかるわかるそうそうって思って逆にみんなおはようって書いてから寝るみたいないかにも今起きましたよみたいなねそう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 ぜひ噛むし出しながらもそう そう、これから寝るんですよー。逆をね。あ、じゃ、そういうトリックで、朝配信をされていらっしゃるということですね。うん、そう、朝配信も、その時、全然。ある。あ <laughs> みんなあのこれね今聞いてくれてる人もしかしたら、うん、ほらロナのファンの人たちは「うん、あロナちゃん最近ちゃんと朝起きてるんだ偉いんだ」<laughs> って思ってるかもしれないからかあの実はあれ寝る前に配信してるよっていうのをここだけの内緒にしといてください <laughs> いつもこれからね疑心暗鬼になっちゃうよねこれはどっちだみたいな <laughs> これは今から寝るのか本当に今起きたのか <laughs> この配信の声の感じはまだ寝てないみたいな <laughs> 判定が出てきちゃう <laughs> <laughs> そういうことだったのか <laughs> そうなのよ、そういう時もあります。これね、今日は今日ちなみにこのラジオの前はちゃんと起きて、ちゃんと起きました。ちゃんと寝て起きましたから今日はバッチリです。万全にしてきましたそうこのラジオ取り始める三時間前ぐらいに、おはーってライブ。そう。おは今日よろしく。みたいな。楽しみやな。楽しみね。 <laughs> あそれではね、うんえー、ラジオをねやっていきたいと思うんですけれども<お>今回はなんでロナに来てもらったかっていうと、うん、あさって6月2日が<お> 2> 実は私、うん、イルハート誕生日を迎えますめめめでででととおおううフライングありがとう <laughs> で私のねちょっと自分から言うのもあれなんだけどお誕生日のね記念っていうことで5月の31日6月1日6月2日の3日間ねあのコラボラジオをお届けできることになりましたやった 3days ですよそうなんかね誰とラジオやりたいとかあるって言って「エロマっていう約束即答で。 誰があ、<laughs> ロナガーだーって言っよロナガ来てくれたから嬉 <laughs> <laughs> しいご指名ありがとうございますよろしくお願いしますちなみにね、あの、うん、もう一人は、うん、山マさんのね、水川のラキピョコが来てくれましてうんうん、うん、はいはいはい、ラキぴょこちゃんそう、うん、なんかね、もうぴょこ ぴょこ、いや、もう、癒されに、癒されて。うましたけれども。そう、でもね、ぴょこと、お話しするのは初めてだったんだけど。あれ、あ、そうなのか。そう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 。直接ね、お話しするのが初めてだったから。でも、緊張したんだけど。まあ、今日はね、マブ中のマブだから。そうやね。は、あの、いつものようにね、お送りできればいいなと思っております。うん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 、もうね。あの、頻繁に会ってますからね。 そうなんだよね <laughs>。<laughs> そうなんだよね <laughs> そうでねなんか、うん、そのうちのスタッフがね「ローナさんとは仲いいんだからほらほら、うん、ぶっちゃけちゃいなよ」みたいな丸ルノリを始めてしまった、ね、<laughs> はいはい,はい、はい、もう言っちゃいなよ」みたいな,、はい、なそうなんかラッピー子の時はんか。うん 「<laughs> 早口言とで愛をささやく」とか <laughs>「<laughs> <laughs> <laughs> お互いの好きなところ」とかをやったんだけどはははいいい相手がロナちゃんなので同じネタじゃなくてぶ、うん、っちゃけたことを言ってくださいって雑なふりをもらっているので <laughs> 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 いいんだぶっちゃけて <laughs> <laughs> いいみたいなんかいつも通り楽しくやっていけたらと思います <laughs>。なるほどね確かに大事大事事 ね、それでは「いろいろなラジオ」第1回目やっていきたいと思います、うん、お願いしますはいえっとねいつもイランとか一人でやってる「イルテレラジオ」っていうラジオのなんかこう簡単な流れっていうのがあってそれはね毎回スタッフからお題をもらってい、うんうん、はい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 。 イルハトがそれになんか答えつつなんか雑談したりとかっていう流れなんだけどね。今日もねお題が来ておりまして<お>こちらです。ながしな Vtuber なので相手のおすすめポイントを紹介してください。おおなるほどなるほど、はい、プレゼンみたいなね。 プレゼンみたいなね、あのタコ紹介みたいなやつですね。はい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 。なるほどなるほど。えー、どっちからいくこれはえ、どっちからいくえ、どっちからいくえ、どっちからいくの <laughs> <laughs> え、なるほどね。えー、じゃあ私、こうかな、いいうん。うんお願いします。イルハートちゃんは、なんか結構、うん、まあ最近は生配信多いけど、うんうん、あのー、やっぱ動画投稿のイメージめっちゃあって、 うん何、うん、かこう短くてすごい簡潔な見やすい動画いっぱいあっていいなーってめっちゃね思ってて <laughs> でも最近はそう生配信やってるじゃない結構やってるそれ見ててさ私あのホラーやってた時のさ叫び声がめっちゃ好きなのよ、うん、<laughs> うわーってですねそう結構さ叫んでてさあ結構でけ声でちゃんと叫んでると思って。<laughs> そう、なんか出ちゃうんだよね。出ちゃう <laughs> そう。いい悲鳴聞けたなと思って。<laughs> そう、ニコニコしながらね、見てますね。ありがとうございます。<laughs> <laughs> え、そういう感じで、ね。<laughs> <laughs> え、じゃあ、ね、こう,う,、ね、ういう感じ、うん。うん、じゃあ、ロナのね、好きポイント、配信系で一個一くね、うん。分かった、分かった。なんか深夜のわけわかんねえ時間に。<laughs> うん。 なんかこれはっていうゲームをやってるところ <laughs> え、どれだろう <laughs> これはなんかあのさ、金をこう落としていくだけのゲームとか、うん、<laughs> はい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  <laughs> そう、私もね結構夜型だから、うん、あ、どんな配信してるって思って見たりするのううんうん,うん、うん、これは何を目指してやったんだろう、この子は <laughs> <laughs> なんか変な方向に向かってるやつ かうそでもねもっともっとちゃんと言うとんなかそういうね、配信の時とかさ「あい!」とかって言ってたまにねちょっとあの口がいろんな言葉に濁点ついてたりするんだけどそそうねなんかの飾らない感じも好きだしでもあのね、アイドルやってる時はすごいねアイドルのところがすごいなって。ありがとうあれ結構劇場版ってみんなから言われてて。 センスいいよねすごいそれそれと思ってそう劇場版ロナって言われてるあれは劇場版あの劇場版だけ優しいみたいな感じでそう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 劇場版だけアイドルそうちゃんとしててアイドルしててみたいな感じで言われてるなんだっけパレットプロジェクトのうんパレットプロジェクトのクールビューティー清掃担当クールビューティークールビューティー清掃担当はゴミかスって言わんの そうかもしれないって言わないいかやでもゴミかすっていう清楚もありありっていう多様性をねそうね新たなねそう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 新たなポジションをね確立していこう確立していこうでも結構最近さコメントしてなくてもそのイルハーちゃんの配信見てたりとかでちょいちょいこう覗いたりとかしててでも前さコメントをしたらさ なんか墓に名前刻んでくれたよね。うん、<laughs> なんか待って待って、えつ語弊ないよ。今の <laughs> そうなのよ。うん遺言みたいな、ねい、そ遺言みたいなやつね。そう私が死んだ時の遺言にロナ。そうすき。そうすごい反応してくれて喜んでくれてすごい嬉しかったあれは。<laughs> あれまだ刻まれてるからね。ああそうか、永遠に刻まれてるかあれ。 <laughs> さ、なんかね、<laughs> あのあれ一緒に何、うん、その墓にさ刻んだ文字ってね、全世界で共有されてるっぽくて、うん、えそうなの？そうだから全世界の人々が。うん あの私の死に際に放った一言 <laughs> ロナ好きだを見てこれはどうどうやって死んだんだろうと思ってるのと確かに愛を伝えて死んでいった感動的や劇場版やあこれも劇場版やなこれもまた劇場版です劇場版や <laughs> あそうなんだ見れるんだ知らなかったそうそうそう、うん、だからねなんかいるハントもねたまにやってる人がいるんだけどね。 そう、かロマちゃんへのメッセージ見つけたよくさみたいなまた言ってくれそういるじゃあ私もやったら見つけられるんだそうんかね結構確率低いんだけどそうなんだええそうか全世界だもんねそうプレイすることがあったら是非探してみてね探してみるん、てな時間だっええ早いあっという間マジ いつものままま終わわっってしまったわ <laughs> いいのかなちゃんとラジオとして成立したから成立したから大丈夫かな <laughs>、ね、あじゃあねちょっとさちゃんとねラジオっぽいことをするね<お>今からわかったはい、うん、えっと <laughs> 待って切り返しむずいなちょっと待ってね <laughs> こっからねこっからちゃんとこう乗せていくの難しいねこっから,、ね、こっからえー、えー、以上 <laughs> ロナちゃんとのラジオ第1回目でした <laughs> かも急に切り替えてかもぼうねこの後ねちょっと大事なことがねありましてみんなにねリスナーのみんなにしっかり聞いてほしいんですけれども今日はねロナが私のお誕生日のお祝いをしてくれたのと一緒にねみんなにお知らせがあるみたいなのでちょっとそれをね聞いてみましょうありがとうございますはいえっと 急にお知らせに参りますが、えー、<laughs> パルプロ感謝祭というイベントを今年も開催させていただきますやったー,ー、えー、8月31日、えー、9月1日のこの2日間 2>、ねえー、神田明神ホール<お>そして秋葉原<お>秋葉原 <laughs> 秋葉原山小山 <laughs> やばいちょっと今の買った人欲しいな。<laughs> やばれなさいます、うん、10回イベントスペースにて開催いたします、うんえー。詳細は随時パレプロ公式 X にてお知らせさせていただきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。うん、すごい、夏休みの終わりに、そうだね、夏の終わりに。 やらせていただきます。いいねいいね、うん、うん、みんなもぜひぜひ遊びに行ってください。うん、よろしくお願いします。はい。それでは、うん、イルロナラジオ第2回は 2>、うん、明日の同じ時間に配信します。イルハートが一人でパーソナリティをやっていますイルテレラジオは毎週金曜日、うん、ピクシブファンボックスにて18時から配信しています。うん こちらはですね、ファンボックスの会員さん限定のラジオとなっておりますので、うん、ぜひこの機会に入会して聞いてください。お、うん、願いします。はい、それではロナ、明日をよろしくね。うん、あ、こちらこそ明日もお邪魔させていただきます。は,い,はい、今日はありがとうありがとうはい、じゃあまたね,またねバイバイ